はいどうも、しぶっちファミリーチャンネルのたーちゃんです。しぶっちです。今日はですね、モスブランケット抜けて、やってきました。新しいエリアのところです。で、まあここ扉なんですが、いつものようにスライムキーでは開きません。はい、今回はね、ちょっとギミックがある扉で、まず1個光ってますね。ピンク色に。うん、ピンク色に光ってます。で、あたりには、昨日見たように、いくつもスライムの像がありまして、で、1個、グリッドが入ってますね。はい。はい。もうどうすればいいかわかりますね。はい。たーちゃん、どうすればいいですか？スライムに当てはまるプリットを口にぶち込めばよいの。ぶち込めばいいですか？普通に、うん。そうですね。じゃあ順番に入れていきましょう。ちょっとですね、ロックスライムここにいます。あれ？ロックじゃないか。これタビースライムだよ。うん。タビースライム、こないだのここ、探すの大変で、一個どこがってやってたんだけど、あそこにいるんでね。ロックスライム反対側でした。ロックこっちでした。よーく狙って、ポン。あれ？はい。多少ずれても入るみたいです。ロックスライム、オッケー。前の動画でちょっとね、間違えてたから、これがルミナスですね。これルミナスですね。おい、あれ何度間違えるんだい。ルミナス、オッケー。あ、ちょこずつ光が増えてますね。多分この光が全部ね、光り始めたら、あの扉が開く。そうですね。今も。こっちが犯人。これ犯人ですね。だいたいわかるもんなんだね。そういや、ラジースライムいんの？ラジもいると思うよ。わーってさっきゾウにプリッと入れた時になった。わーって。あとボムスライムとタビースライムと。え、ラジないんじゃない？え、結構あと3つなんだよ。あ、しかも緑だからラジだね。ラジなんだよ。ラジどこだ？なんか上にもタビーとかあったから、そこら、え、待って、右。右。上。上。違う。もう絶対で飛んで、左側の足場。ああ、この足場ね。あ、いたー。かいちゃん、素敵。これラジがね、ラジかな。ラジだろう。ラジだろうね。うん、ラジでーす。あと、タビーとボムですね。あとタビーとボムですね。もうこれは現地調達します。こっちですね。うん。あ、結構タビーもボムも肉がいるね。はい、タビー。あ、肉。肉。ボムさんやーい、ボムいった。いった。まあ、食べるかな。はい、よし、ピンクに来られないように。取った。ピンクはいらない。ピンクグリッドもいらない。うん、これもいらないね。はい、なんかよく通って操作も違えるよね。そうなの。吸うのと出すのと、はい、あとジャンプとキャンセルとかもいろいろね、ちょっとコントローラーの設定が毎回変わるんです。ボム。ああ。さっき最後タビーですね。ちょっとさ、枠開けるためにさ、ボムプリット捨ててきた方がいいんだけど。じゃあボムプリットで。よいしょ。ここにいますね。ではタビー入れます。おお、なに、あ、どうなる。あとジェッパーが切れそう。近く近く、あそこの前行かなきゃ開かないのか。親切がね。急いで見えるように探って。
外遺跡。ここは古外遺跡だそうです。なんだこれ。いっぱいスライムいる。でもなんか珍しいスライムがいるわけでもない。開いてないね。だんだん。なんかスイッチがあるんだね。これかな？これで、これを？ X を押したけど。あ、開いた。開いた。こっちも開いたけど、あっちも開くの。あ、こっちも開いたね。うん、ルミナス飛んでいった。え？なんか、なんだお前。すえがい、すえがい。なにこの子。つけた。消えた。なんかいったね。これは？これは？これも。これ植物じゃない。何もない。なんか透けてる植物。透明が。あ、またいた。あ、すえか。ワンタムスライム。ワンタムスライム。未知なる可能性。わいんだけど。ちょっとピンクスライム、バイバイ。ああ、そうだ。間違って、クワンタムスライムをしてないでね。そうだね。新しいスライム手に入れました。他にも下とかにも手に入れた。いっぱいいるね。これなんかちょっと透けてて綺麗。でもさっきなんで吸えなかったんだろうね。なんかあそこにいたら吸えないとか。ね。パンが。ちょっと消えちゃうよ。消えちゃいそうだよ。消えちゃいそうか。パンね、これが。よいしょー、あった。ワンカムスライム見違える可能性。果物が餌で、フェーズレモンっていう見たことない。さっきのあの透明が木か木になるんじゃないかな、多分ね。うん、フェーズってどういう意味わかんない。フェーズ色が意味があるね。うん、はい。別の現実世界に存在する可能性。うん、いわゆるゴーストを発生させる。あ、じゃあさっき吸えなかったのはゴーストの方だったんだ。ゴーストってことはもうスライムとして生きてないんだね。うん、ゴーストを発生させて、ゴーストをこの世界に実体化させて瞬間移動する。なんかよくわからないね。まあいいや、注意点。管理が難しい。消えちゃうの？ゴーストの位置へ瞬間移動するタイミングを見極め、その前に餌を与えるか、水をかけて、一時的に動きを封じるなどして、素早く対応する必要がある。あ、きっちり餌を与えてないと、瞬間移動して檻から出ちゃうってことかな。ふむふむふむ。じゃあもう大量に餌あげとけばいいってことね。そうだね。だからフェーズレモンがなくてもね、代わりに果物をとにかく与えておけってことだね。まだいる。でもあんまりいっぱい取っちゃうとお腹すかしちゃわない？じゃあ8匹ぐらいでいこうか。8匹、そうだね。こんなもんかな。そして何かいないか。うん。他にもスライムいないかな。アクアスライムだ。アクアスライムいた？うん、アクアスライムいる。フリット。うん、フリットはね。なんかアクアスライムもいるのかなって思ったけど、あそこにはめ込むやつにはいなかったね。ん？これもレモンのやつ。レモンがね、けど実ができてないね、フェーズレモン。そういや、これって通り抜けれるの？透明みたいな。おー、やってみようか。スイン、通り抜けれました。これに、果実ができるとは思わない。できるらしいよ。せっかくなんでね、ちょっと。あ、またスイッチみたいな。この子たち、食い物にすごい群がってるね。これはザロフルーツ。お前ら食べたから。ザロフルーツだから。
あれ今ホブソンさんのお手紙なかった？あった。よいしょ、ちょっと邪魔しないでくれるかな。最後ついた。何度スイッチを押そうと2つの扉が同時に開くことは決してない。まあ、ドア片方開けると片方閉まるってことだね。ほうほうほう、もっといろんな扉があるってね。これを押すことでどっかの扉が開いてどっかが閉まる。まあ、こっちが開いてるっていうことはこっちが閉まってるんだね。ほんとだっていうことだね。あ、ここも閉まったね。その代わり下へ行けると。でも下は何もないね。下閉じてた。いいよ。とりあえず先に進んでみようか。うん、どっちが先かはわからないんだけどね。進んだ後こうやっとくとまた行けるところが増えるかなって思ったりする。けどそんなことない。ニワトリどうする？逆をもしないけど持って帰れたらいいな。ここにもホブソンさんのメールがあったよ。あったよ。こっちから行けるかな。入ってきた。ホブソンさん、何かヒントください。そんなに現実は甘くない。何もヒントはないですね。スライム好きですかって。好き。好き。スライムかわいいね。うん。新しいスライムも手に入ったし、ガモもできてないね。できてる、できてる。ここある、ある、ある。あー、ある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 のにない。これね、これをね、ぶつけて起こす。ほん、あー、あー、今パ、満タン満タン。ピンクスライムを遠くにやって、今取る。フェーズレモン。やったー。それか。こうやって取るんだ。ね。なんで知ってたのにやらなかったの？もったいぶったんだよ。絶対今思い出したんだよね。いや、もったいぶったんだよ。あ、食べられちゃった。食べられちゃった。ここら辺ロックスライムばっかりしないけど。ん？なんか水だね。これ落ちたら全ロスのやつ。さて、新しいスライムも手に入って、新しい果物も手に入ったので、ちょっといい、一旦帰りましょうか。で、このザルも一応どっかでね、フェーズレモンにできるところがあればしていきましょう。あったから絶対あるはずだけど。さて、帰り道。さて、ここから帰るのに何分かかるかな。あ、ここが元の場所ですね。あ、ほんとだ、帰れた。帰ってきました。じゃあですね、今日はこの辺でおしまいにしましょう。はい。ちょっとね、掲示はないですが、ファンカムスライム、新しいスライムと出会いました。あ、かわいいね。かわいいね。はい。じゃあ終わりの挨拶お願いします。はい。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。